これ意外と箱でかいんですよね。パーツ多いのか？ガンプラ制作動画を投稿しています。ガンプラなんです。作りかけのモデル結構あるんですけども、もう買ってきちゃいました。 RTX65 ガンタンクアーリータイプ、機動戦士ガンダムジオリジンに出てきた、初期のガンタンクです。これ買ってきたのはいいんですけども、これ明らかに箱でかいんですよね。ちょっと、同じ144分の1の、こちらはですね、シャア専用ザクですね、ジオリジン版。こう比べるとですね、この正面の大きさは一緒なんですけども、この高さがですね、明らかに違うんですよ。で、結構違いますよね。ってことは、これ単純にパーツの数が多いはずなんですよね。いやね、これ、今日ガンタンクね、こんな感じじゃないですか。パーツの色分けもそんなにされてるわけではないですし、まあ、形もですね、まあ、こう言ってしまうとちょっと大雑把じゃないですか。そんなにこう、足のパーツがあって関節があってっていうわけではないので、結構サクサクっと作れるかなと思ってたんですけども、この箱のサイズを見るとちょっと甘かったかもしれないです。とりあえず中を見ずに、まあ、いろいろ言ってもしょうがないので、開けてみたいと思います。おお、みっちり入ってますよ、みっちり。なるほどね。あ、でもパーツの数はそんなに多くはないかもしれないですね。パーツがですね、すごく大きいんですよ。ザクとは違ってですね。なので、ちょっと箱も大きくなったのかもしれないですね。やっぱこのパーツとか、あと、このパーツとかも結構大きなパーツがあるので、その影響でちょっと箱が大きかったのかもしれないですね。中身を開けて、一部取り出してみました。で、ボディのパーツがこちらですね。この色の、まあ、グレーのパーツですね。で、この辺は、まあ、腰の部分だったりすると思うんですけども、すごく大きなパーツですね。で、しっかりモールドも切ってあるので、まあ、これは墨入れするだけでも結構いい感じに仕上がるんじゃないですかね。こちらは腕の関節部分のパーツになります。まあ、表現としてはこう布で覆われているような表現のパーツになります。こんな感じになってますね。結構布っぽく表現できてるんじゃないですかね。まあまあ、サンダーボルト版よりはマシかもしれないです。で、こちらも、本体部分のパーツですけれども、いろいろ付属品のパーツみたいですね。で、履帯の部分がここになります。こう皆さん、履帯のパーツがどうなってるか結構気になるところかと思うんですが、こんな感じですね。で、材質はゴムとかではないですね。普通のプラスチック、まあボディとかと同じような、パーツですね。こんな感じになってます。マーキングシールのデザインはこんな感じになってます。まあ、パーツの色も少ないですし、まあ、そこそこ簡単に組み立てられるかなと、ちょっと高をくくってたんですけども、案外デザインしっかりしてますね。ああ、これは、墨入れだけでも結構大変な感じになりそうな予感がします。まあ、何よりね、やっぱりパーツが大きくて、しかもちょっと、箱が大きかったのが、ちょっと意外でした。あ、でもこれは普段、スケールモデルというか、戦車とか、航空機とか、あの辺を作ってる方が、作るとすごくかっこよく作れるんじゃないですかね。ガンプラというよりは、そっち系スケールモデルとかに近い雰囲気がありますので。いやー、これこだわると本当に時間かかるキットかもしれないですね。立体のところとかどうしようかな。ちょっとこれだけ切り出してみましょうか。
今履帯の部分だけちょっと、切り出してみました。まあ、ゲート処理とか全然せずに、まあ、ただ切り出しただけなんですけれども、うん、結構どうしたらいいのかなとちょっと迷う感じではありますね。パーツはこんな感じなんですよね。で、普段から戦車とか作り慣れてる人は、まあ、こうやって作ろうってい こう制作プランもすぐ頭に浮かばれるかとは思うんですが、まあ、僕はまあ、あまり塗装とかもほとんどしなかったりしますし、基本的にはガンプラばっかりなので、なかなかねこういうのはガンタンクじゃないとこういう履帯のパーツとか触れるケースがないので、うん、どうしたもんかな。これ一個一個なんかこう塗装してとか考えると結構ゾッとする感じですね。で、一応僕の予定としては、まあ、この辺も艶消しスプレーかけて、いつものようにこうウェザリングマスターでこうザッと塗っていってっていうことは考えてはいるんですよね。で、ウェザリングマスターいつもこの、まあ、F セットですね、金属色の F セットを使ってるんですけども、今回この履帯の部分とかは別の色のウェザリングマスターですね、D セットとかあと A セットとかあるんですよ。こういうのも持ってはいるので、この辺はもう普段ガンプラでは全然使わないんですけれども、まあ、今回は使っていけたらなと思います。ちょっと全体的なイメージからですね、ちょっと侮ってたんですけども、なかなか、今回もですけども時間かかりそうな、キットですね。まあ どうなるかはちょっと作り始めてみないとわからないですけども、ということで、一応これパーツは一部しか出してないですが、ホームページの方に全部、この辺のパーツ写真撮影して、掲載しようと思いますので、そちらも合わせてご確認いただければなと思います。ということで、機動戦士ガンダムジオリジン版の、ガンタンク初期型ですね、今後また制作していきたいと思います。